はい、でも、こちら、今回のまた、Life is Strange 2をね、さやっしくんていさ。こうかなと思います。前回は、なんか、とりあえず、キャプテンがいたアメリカの州を出て、州というか街か、街を、まあ、電車に飛び乗って、まあ、抜けた。で、メキシコに行こうっつっさって、きますた、ごい霧だった。言ったんだけ気ど、味悪。で、なんか気づいたら、何がいるあのそこ、よ。その間に回想があったのか。ほで、ら。その後、日が出てよかったね。次のシーンが、なんかこの、やからたちと やからたちメキと同シコ行じきようはに、延期すべきかな。野生でキャンプしてるわ。で、今の目標はとりあえずコーヒーを注ぐだでもから、バそうニやっーをていここうにいさか。せるのは。で、こいつらのとこ行けば多分、なんか何かしあらん起きたるでのしょ。彼氏寝坊か。出た。声がああ、特徴的なやまたつ。吸いすぎちゃって。チラッ。ビッグジみョーんがな来るヒッ前のピーっこぽそいれ食事と、そうれん、なジャりンにクフードあがの野大好郎きにだ。残されたんじゃ何俺のさ、ため。前回なんかあいつらに会ったんじゃないかコと思っーヒーたできんただよ。ぞ。はい。まちょっと座って飲んでけよ。なんだお前の声。前回この辺じゃ水は貴重なんだっだ。けな。全部農園で使っちまうからな。あそこの市場で会ったやつ、市場で会ったはい女がいはるんい、じゃないかっ水て運びしっかり思っやりたんまだけすよ。ど、イエーイ。もしかしたらいないかもしんねえわ。なんかなんとなくだけどね。やってこうか。あ、コーヒーを注ぐってみんなにじゃなくえ、て、自聞分こえ用た？か。いや、何の話？ペニー。何？コーヒーの音かも。あんま仲良くないのかなーに？な。まただ。俺だけ？わからない。何？何？虫が飛んでるだろ？マジでさ、何？嫌われてん奴の？らが来る。何？奴らが来るっブて。ンブン。あ、なんかいる動物。ああ、なるほどね。虫の群れ？かってことか。あんま見てないけどな。今冬だしさ。ショーン、ショーン。何？殺とかドローンとかだよ。やば。目覚ませ。こいつ声のジャッ割ク。に、いかちいな。殺、見たのか。どこで。いつ。俺にはわかる。監視されてる。声の割にいこかのつ仕お事がな前。くならないといいけど。バチバチタ金トゥー決め払いてもんじいいゃしん。ね。同感。同感。安定もしてるし。居心地もいい。ダニエルにとっても。殺にちびんなよ。メリルもいることだしさ。お前だけ筋声ではけん通だすやつだよ。ろ。やめあろと、よ。仕事をくれるしな。こんな仕事でもないと食ってけない。観光客と違ってな。でもまあ、合法化されるまでな。そう声なった高ら堂々と働けるじお、ゃん。かわいいじゃん。どうだろうな。札も、政府も、信用できねえよ。ワシントンで合法、労働環境改善する。関係者一貫の割。よくわかんねえけどな。この選択肢だけ切り取ったらよくわかんねえけどな。これっぽくない？メリルみたいな奴らがいなくなるのはいいことなんだろうな。うん。ああ、そうだ。誰かダニエル見なかったか。ダまニエルさか大丈見夫てか？ないん本当だが。に。フィンと歩いてたよ。湖かな。あ、フィンってことなはあるれじほど。ゃん。ちょっ確かあと、の女フィンだったよな。様子見てくる。女か男かわ泳ぐかんなないけよ。ど。水汚いからな。バチマバジチで。声かぶるな。マジで言うなよ、お前。バチバチ声かぶんだろ、お前。配慮しろよ、出俺の身こはとどこも。だっけ？ 俺が配葉っ慮すぱるんのだけど。せいで。かぶるんだって、お忘れち前。まった。おい。ス声ウェーデ高ンい、のダおニ。い。知らないでしょ？ ようこそカフェディアスへ。まあ、補充そしとんこう。なクソ遠いとこどからうぞ。モー来たニンのグスか。ペシャルうだ。まあ、使ったからにはーん、ね。いいね。うるせえしゃれたな。呼び方じゃねえか。まあね。旅費を稼ぐとのりにあえ最低ず、3年フィ働ンっいてあれて。だよな、多分男だよな、あそこそのこかよ。市場であった。シャそれでワーは週に1、2回。その分のんびりできる。でな。週に1、早く2帰回るか。か。あ、トイレもあ今る。日は見て回れそうにないもの。トイレテントに囲んでんハンの？ボルトのリッチな生活。ほんとだ。すげえ。最高だったろ。ちょっと配慮してんね。確かに。てか、どこ？あ、湖寂標し識くこっなちるよ、か。ペニー。オッケーオッケー。ダニエル？ダニエルも髪伸びてんのかな？よ、兄貴、どうしたんだい？みたいな感じで来るのかな？嫌だわ。あの可愛い頃のダニエルが一番いいんだって。マジかよ。聞こえるね。ほんとすげえ。
あ、いる、やっぱ。やっぱこいつらのレンジ仲間か。よっしゃ、僕すごい。まあダニエル変わんねえな、よかったよかった。はあ。おいおいおい、めっちゃすげえ。狼っぽくなったな、また。サレンってやつ。6回も連続で命中だぜ。まるで忍者じゃねえか。起こしちゃ悪いかと思って。いや、気にすんな。いいやつじゃな、フィン。いや、マジで。ここまでうめえやつは初めてだ。いい兄貴じゃん。6回目じゃって。フィンのおかげだな、ど真ん中。それも6回。うん、うまくなった。あ、かわいい。キャッチボールもまともにできないくせに、どうやって上達したんだ？髪伸びたな、2人とも。嘘だ。ショーンこそ野球下手じゃん。そうかよ。てかあれ巻いてる、おいおい、マッシュのやつ。二人ともどうした？起こさなくてごめん。でもちゃんと見てっからさ。いいやつだな。こいつは俺の弟でもあるし、俺は兄貴ほどイケメンじゃねえけど。ちょっとフィーン、あんたもイケメンだぜ。ショーン、やめてくれよ。ダニエルの才能が兄貴譲りか気になってたんだ。任せろ任せろ。俺キー貫くわ。見てくれ、キー貫通するわ。まあまあ、見せてもらおうぜ。弟と違って命中率だけじゃなくて、ね、パワーもあるからね。キー貫通するぜ。気をつけた方がいいぜ、フィン。え、邪魔なんだけど、もう頭。L2 で狙いを暗示する。ああ、なんか、あ、違うな、あれかな、ランダムか。L2 で狙いを暗示する。十字が重なった時なんか成果を投げられる。はい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 。何ボタン？ごめん、何ボタン？丸ボタンでいいかな。何ボタン？あ、話せばいいのかな、普通に多分これ。違うんかい。弟に見せて。何ボタン？何ボタンか教えて。何ボタン？×じゃなかったんだよな、今。何ボタンだっけ、投げるときって。覚えてねえわ。ちょ、真ん中にしたい。あ！ショーン、腕の構えは、もっとこう。何ボタンか分かんなかったもん。期待できないね。お前6回目ちょっとあれだろ、170回やって6回だろ、分かってっからな。164回の練習があったその後6回目中だろ、分かってっからな。弟調子とんない、ダニエル。厳しいから言ってるけど。はい、集中しろ集中しろ。ここギリギリまで回る。腕前見せてよ。いいからいいから、やって。あ、ずれた。ああ、もう一回だ。やってみてくれ。惜しかったでしょ。もう意欲ない、これで。飽きた。心を無にしろ。飽きたよ、秘訣だ。フィン飽きた。おい、ごめん、フィン飽きたわ。もうここまで来ると真ん中当ててもあんまりあれじゃん、価値ねえじゃん。絶対トロフィーあんだろうな、一発だったら。ちょっと待って、すげえ優しくなってない？なんか、あ、そうでもなかったな。え、おい、どっか行った。外した。ほら、力使ったね今。おい、お前は忍者じゃなかったか。力使った時に落としたよな今。いいんだけど、次は弟を頼りな。なあ、いつも通りな。何、僕のせいじゃない、自分が下手なんだろ。あ、力使ったのかな、ダニエル。コーヒー飲んでくるわ。待って、行かないで。ああ、すまねえな。また後でやろうぜ。まあ、兄貴が許せばな。ダニエルズルしたでしょ、これ。分かってっからな、お前。で、何？ズルするな。ズルはダメだろ。は？何それ。生意気だったん、ダニエル。とぼけんなよ。あんな格好つけてバラしたいのか。フィンは誰にも言わないよ。そんなのわかんねえだ。お前学んでねえな、ダニエル。てめえ、おい、ぶっ飛ばすぞてめえ。おい、バレちまうぞ。
チビは言うこと聞け。舐めてんじゃねえぞ。助ける時だけ助けるんだダニエル。分かってんのか。ほら、もうやめろ。おい。ダニエル。いいからやめろ、ダニエル。僕に騒げな。ごめん、そんな力入れ。くんじゃねえよお前もう。ああ。平気だ。ああもうダニエルが暴走するよこんなん絶対。確かに上達してる。でもまだ制御ができてない。ああうん。でも最近トレーニングしてないし、ショーンはみんなと遊んでばっか。だって仕事を続けるには仲良くしねえと。だろ。でも言う通り。フラッシュバックするな。後で少し特訓しような。うん、また湖行こう。でもショーン、いつまでここにいるの。一月経つよ。分かってるけど。あ、そんなもんか。フェルトロボスに行くにはまだ金がいる。そうだろう。もううんざりだよ。ねえ、手紙あるんだし、お母さん探そうよ。あ、ダニエルはそんな乗り気じゃなかったんだ。へえ。またか。この話は前もしただろう。悪いけど無理だ。どこにいるかもわからないんだぞ。まあまあそれはそうだよな。それに捕まるリスクは犯したくない。そもそもこうなったのはあの人のせいでもある。だからメキシコに行くしかないんだよ。いつも勝手に決めてさ、不公平だよ。一応兄貴だからだよ。お前のこと困ってるからこそだよ。こういうことだよ。わかるよ、不公平だ。そう。でも俺はお前の兄貴だ。お前を守る義務がある。おい、かっこいいね。いつまでも子供じゃないよ。バカ野郎、そういうことじゃないんだよ。フィンは大人扱いしてくれるのに、僕のこと。35歳の兄貴がよ、25歳の兄貴を面倒見ることで一緒なんだからさ。ちょっと違うか。35歳の兄貴がさ、25歳の弟のために頑張るとかあるでしょ、全然。子供だからじゃないんだよ。行かないと。何？え、何これ？訪ねてどうすんの？そんな気になってたのだ、フィンじゃなくて、なんだっけ、ショーンは。俺別にそうでもなかったような。あ、まあ、年取ったし、まあ雑に扱ってもしゃあないなって思ってたけど、そんな気になってんの、ショーン。何これ。そんな根に持ってんの。俺の時計大事にしろよみたいなことかな、これ。いいよ、別に。俺はそんな気になってなかったからな。おい、待てよ。今の話、忘れんな。うん。よし、行くぞ。いや、でもここで話すことが大事なのかな、仲良くなるためにはさ。そういうことなのかな、俺ら仲良くなる術が足りてないのかな、もしかしたら。確かにな、興味はなくてもあそこでやっぱダニエルに一つ話題を増やすってことがね、やっぱ大事だったのかもしれないな。兄貴として弟と関われる時間、それを大切にすることも大事だったかもしれない。ただただ俺が興味ないからいいやと思ったけど。そっか、これは兄と弟の関係性を大事にしてたのかもな、この会話が。え？いなくない？え？ビッグジョーントラックでみんなと合流する。どこビッグジョーントラックって。いや、みんな先行きすぎじゃない？そんな離れるか？この短時間でブーから。どこビッグジョー？ビッグジョーって名前ビッグだなぁ。すげえ引いてそう、みんなを。どこ方向、ね、ビッグジョーのトラックの場所知らないんだけど。どこ、あ、こっちかな、こっちっぽいな。ビッグジョー何、ビッグジョー、ビッグジョーいかついのかな。名前ビッグジョーだぜ、お前。ジョーってつくのも結構強そうなのにビッグついてんだぜ。あ、結構いんな、仲間。あ、でもビッグジョー、おじさんかな？兄貴って感じなのかな？みんなにとっての。
あ、ちょっと兄貴ポジが取られてるな。ちょっと複雑だね。ここいい？あら。ああ、入れ替わってんね。あ、そう、ちょっと考え事。うん、相談ならいつでも乗るよ。このメンツに囲まれるとちょっとやっぱあれだな。スクールバスじゃねえってのに。行くぞ。このメンツに囲まれるとちょっとやっぱショーもまだまだなんだな。ちょっとは馴染めてないもんな。へえ、兄貴ポーズ取られてんだ。それ結構やっぱ心に来るかもね、やっぱ人としてね。やっぱ自分の立場が取られてるわけだからさ。ダニエルが仲良くしてたからさ。でもダニエル真っ先に言ってるんだよ、多分。あの子たち、ああいう年の子って多分気にしないからさ、そういう。いや、でもやっぱ、兄貴のこととかは多分思ってないからさ。何も思わず、フィンクーンって感じで多分言ってるからさ。で、私も、とにかく酒持ってこいって感じになっちゃって。ショーンが集中してない。ああ、嘘なもんか。やばいよお前。心ここにあらずって感じ。違う？聞くの下手なやつじゃん。聞いてるよ。パーティーと、サラと。ショーン、ちゃんと聞かないと。うるさい。あの二人仲いいね。気づくんだな、やっぱ。焼いてるの？あ、さすがメンタリスト。見守ってるだけって言葉いいな。なんかすごいいじけてる感じするわ。こっちにしよう。あいつはもう子供じゃない。あれでいいんだよ。だね。束縛するほど嫌われる、そういうもんだしね。あ、なんだっけ、名前忘れちゃった。ねえ、聞くけど、何、私らみたいな毛色違いの人間と再会した気分はどう？まあ、再会した気がした瞬間見れなかったからな。まあ、ヒッピーになりそうって言っちゃおうぜ。上場だよ。このままだと俺までヒッピーになりそうだけどな。なりたくないなら私と距離を置かないとね。結構いかついんだよな、普通に。いいんだ、それも悪くない。音楽が聞こえねえだろ。すいません、すいません、ビッグジョー。実はな、あいつが衛星電話してるのを聞いた。何？ルーマニア語かなんかで。はあ、また始まった。やつはエージェント。葉っぱの。いや、いい兄貴だな。あん、何それ？だからビッグジョーはクローンって言っただろ？シリコンバレーで作られた。ビッグウッド。あいつは不良品かもね。ビッグウッドも便乗しようぜ。引き取られた。ビッグフット似てるだろ。ビッグジョーとビッグフット。おお、確かにどっちもくせえ。よく気づいた。いや、ボコボコにされる。やべえ、クサクサビッグジョーフットだ。やばい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 、ボコボコにされるぞお前。みんなビッグジョーのこと好きすぎ。その話になると止まんないんだから。だってケツでかいし。疲れてんだな。でも、まったく。確かに。彼はミステリアスだね。おい、静かにしろ。ビッグジョー疲れそう。よく馴染めてんな、あの真面目なやつ。真面目っていうか、なんかねえ、あいつようなじ、やっぱあれ、あそこまで我を貫いてると馴染めるんだろうな。馴染めるっていうか、もう何、侵されないんだろうな、あそこまで我が通ってると。彼はミステリアスだねって言えないよ、この環境で。うん、私もたまには早く寝てみ。これがあれか、バイト。葉っぱもなしだからね。よっしゃ、今日も一日張り切ってこうや。うるさい。すでに帰りたいわ。文句なんならさっさとやめろ。ちょっと早っ、動き機敏だな。何割って入る、何もしない。別に割って入るわけでもなくね、別に。
そういうノリじゃないの今のって、別にそんなガチで止めるほどのやつじゃないだろう。ノリだろ今のは完全に。わかったよ、さあ行こう、遅刻しちゃう。ったく目きれい、ビッグジョー。今の割って入ったらやっぱタイガーあれでしょう、真面目くんすぎるでしょう。ちょっとやめてくださいよ、今のやりすぎじゃない、やりすぎじゃないんですかって言わない方がいいだろう。空気悪くなるぞお前。出たよってなるよ。でもいつ分かれんだろうね、なんかここまで入ると。いいか、今日は2チームに分かれてもらう。はい。フィン、ペニー。フィン、ペニー、アンダーズ、あとそこのお前は嵐の後片付けだ。残りは中で作業しろ。顔を貫けてない。女は火事で男は仕事って、何それ。キャンプのゴミ拾いなんて勘弁だわ。ほっそこいつ。ねえ、僕と変わらない。こらダニエル、よし乗ったぜ。やった、外出れる。おい、ちょっとダニエルまずいな。まだ分からないのか。はい。ここはサマーキャンプじゃない。はい。言っておくが、この仕事をしたいっていうヒッピーなんてクソほどいるんだぞ。はい。おい、親父に何を教わってきた。親父の話やめてください。フィン、監視は頼んだ。もちろんす、お任せを。よし、取りかかれ。さあ、聞こえだろ。もたもたしないで。葉っぱを集めて、あれなのかな、売るための葉っぱを集めてんのかな。待て。はい。何ですか、隊長。話がある。僕は元気です。隊長、良好です。はい。いいか、何ですか隊長。お前らがここにいられるのはフィンの口沿いのおかげだ。はいはい、承知してます。感謝してます。本当に。よせ、おべんちゃらはいい。はい。覚えとけ。はい。今度同じことが起きたら出て行ってもらう。すいませんでした。目の敵にしてるわけじゃないが。目を見ろお前ショーン。違法農園であいつはガキだ。はい。目を見るんだよ、そういう怒られてる時はショーン。わかるな。目を見ろ。ありがとうございます。はい。感謝します。またか。すいませんでした。はい、あいつは叱っときます。そうしろ、問題は少ないに限る。目を見て、目を見ろってしょ。やっておきます。はい。今後は目を見て話せってお前。それが一番ね。いつなんだ。怒りを買うんだから。9歳です。難しい年頃だな。あれ、隊長。しっかり見守ってやれよ。隊長。子供はいますか。まあちょっと確かに踏み入ってみようか。失礼ですけど、お子さんが。ああ、娘だ。あら、隊長。よく会うんですか。いや、まあ、会えないだろう。代わりに仕送りしてるよ。隊長。さて、話しすぎた。いいお父さんじゃないですか、隊長。仕事に取り掛かれ。ちょっと写真見せてください、はい、娘さんの。ちょっと、隊長。距離感詰めすぎた。誰かここで葉っぱ集めてどっか組織に売ってんのかな。怪しかったもんな、形も葉っぱの。ねえ、大丈夫。いいニュースをやろう。はい。今日すべて片付けろ。言い訳はなしだ。ちんたらするな。すいませんでした。状況は、フィンが指揮を取ってます。終わるまで続けろと伝えました。わかった。クショ、綺麗に沿ってんな頭。おい、チンタラすんな。すいません。やる気を出せ。結構怖いな、なんかあんまいい労働環境じゃないな。まあ、そりゃそうか。ねえ、つまんない。バカ野郎ダニエル、お前刑務所にいるみたい。まあ、子供だからな。置いてもらえるだけありがたいと思う。ああ、いい。子供はいちゃいけないんだから。本当ならな。ダニエル、
ダニエル留守番じゃダメなの？やめろよ。そういう意味じゃない。気持ちはわかるよ。ここにいるとおかしくなりそうだもんね。おい、てめえらのおかげで集中できねえじゃねえか。おしゃべりはやめて。ビッグジョーもやれよてめえ。おい、分かったか。たく消えそうぞお前。余計なお世話だ。できるもんならとっくにやってるぜ。てかあれだな、なんか、あ、つぼみを取って葉をカット。本気働くよじゃあ俺。もうこの作業任せろお前。エルニカあれをしっぱ、あ、あい、あい、遅えな。もっと早くていいんだぞ、ライフイズストレンジ。は？おい、ちょっと早くなっていくんだ。おい、任せてください。僕は働きます。ここで稼ぐために僕は来たんです。でもこれやっぱさ、こういうのってやめられなさそうじゃない？でも早くねえだろお前。はあ。時差があるんだけど。全然マシだよ。去年は1日1キロ近くカットしてた。これあれか。そんなにたくさん？青の県内で切ればいいんじゃない？15時間ぶっ続けだったこともある。静かにしとけお前ら。ぶっ飛ばせてね、おい。思い出したくもない。集中しろお前ら。へえ、そんなことあったのね。葉っぱ切る長くね？かと思ったよ。最悪だった。集中しろお前ら。仕事の邪魔なんだお前ら。帰れ。もうお前仕事のモードやって、俺も職人だからって言うけど。静かにしろ。すいません、ビッグジョー。個室でやらせてくれませんか、仕事。うるせえな。ずいぶんイライラしてんのね。何してんの？黙って仕事しろ。ハサミ洗わないと、使い物になんない。はいはい、わかったよ、おこりんぼさん。行かろう。たくよ、マスタードパーティーだ。え？マスタードパーティーやってるの？あ、ゲームか。僕ね、そのゲームで、ランカーだったよ。そうか、よかったな。あ、ビッグジョー慣れてんね。よかったよかった。あんたは違うの？うるせえ、いいから仕事しろ。ビッグジョー本当はいいやつなんだろうね。やっぱこういう立場にいるからこそやっぱ厳しく接してんじゃないのこれ。なんかキャンプ地戻ったらさ、みんなになんか優しくしてそうだな、ビッグジョー。ちょっとさ、なんかとりあえず青より外側で押したら罰になるわ。みんな仕事して、みんなちゃんとやってくれない？みんなそういうのが一番腹立つんだけど。ちゃんとやろお前ら。いて、くそ。あら、大丈夫？俺も落ち着け。大丈夫。ちょ、よくやってるよ。よくねえよ。ゆっくりでもいいぞ。わかった、そうする。ありがとうショーン。そこもダニエル、何か分からずにやってんのかな仕事を。ほんとアフリカの子供たちみたいにさ、なんかそうだよな、分かったんだもんな、ダニエルは。何切ってるかなんか。どの仕事やらせてください。これあれかな、タイミングかぶんだろうな。もう切るの？ショー休みすんなお前。かわいそうに。そういう仕事だろ、つべこべ言わない。分かった。あ、いいね。でもつまんないものはつまんないよ。あ、怒るぞビッグジョー。まあでも、これいいやつだよ。ワイワイやれてるんだし。超ムードメーカーだよ。いいよ。俺的にはありかな。うん。学校よりこっちの方がマシだよね。それは言い過ぎだぞ。ここはまさにってとこ。そうだな。ここは便乗よ。宿題もない。ここはね、先生もいない。学校の方がマシって言ってたね。いるのはメイルとビッグジョーだけ。最高。これがやっぱムードメーカー。ビッグジョーイヤホンしとけよお前でめ。ゲームに集中しとけお前は。ちょろまじ集中してっからね。エルニアレンしか見えてない。ショーンの神さん。あ？そろそろなんとかしないとね。話しかけんなお前。なんでだよ。とぼけちゃって。せっかくのイケメンが隠れちゃってるじゃん。やっぱイケメンなんだな。いや、フィンにも言われてたけど。ただ。ボサボサ。でしょ？大丈夫。キャンプに戻ればちゃんと美容室行けないもんだって。分かったよ、考えとく。いい髪型にしてね。じゃあどうしよう、ビッグジョーヘアスタイルだったら。おい、もっとゆっくりだ。違うって。
Life is Strange が俺について来るつないだけだって今の。おい、ついてこいよ、Life is Strange。俺のスピードについてこい。メリルだ。ペンって何やろ、ペンって。ペンって何やろ、ペンって。魔法でどこでも行けるようにならないかな。マジで。ペン何これ。いい加減にしてよ。おいおい、ここが嫌なのは分かったけど。あ、なんか記念した。記念品かよ。ちょっと夢見たっていいじゃん。記念品ここにあるのかよ。ね。誰にも触れられてなかったしな。ルイジアナ行きたい。今の結構ミスちゃったからな。タイムロスしてんだよな。分かったよ。いや、もっとさ、夢見ようよ。選択肢見てなかったもんや。ピラミッド見物とか、はい、富士山に登るとか、はい、ショーン・ディアス、世界へ羽ばたく、はい、今は立ち往生。俺はさ、このボタン集中してるからいいけど、好きで働いてるんじゃねえよ。ヨン、ショーン話しながらいけるよな。最初はやる気あっても一月も持ちやしねえ。話聞くな、ビッグジョーの。やってらんねえよ。仕事するために来てんだぞ。ビッグジョーの愚痴なんか聞くな。なんだ、あっちを見るな、そもそも。もういい加減にしてよ。すみません、10個やらせて、10個。仕事中でしょ。落ち着きなよ。10個だけやらせて、ね、お願い、10個行きたい。あんたは違うかもだけど、私は仕事してんの。いやいや、私だって働いてるでしょ。はいはい。喧嘩すんな、喧嘩すんな。いつも言い訳ばっかり。喧嘩すんなよ。来た、10個。エージェントだ。ショーン、話そうよ。腕が痛いとか言ってさ。あ、もうやめてよ、ハンナ。もう押してるってるに。こんな暮らしのためにカリフォルニアまで来たんじゃない。海もないし、一生ここにいるつもり。家でも建てる。結構長えな。でもこれ、やめて。ここに残るって決めたろ。そうなの。逃亡になったらどうせいられなくなるんだし。へえ。どうでした。聞き流せ、聞き流せ、仕事に集中しろ。どう考えても無理でしょ。なんか言ってるね、揉めてんね。なら消えな。あ、すげえ、ハンナやめりゃいいだろ。ガチ勢だな。家族なら団結しないと。ハンナ真面目だな、お前。それが嫌なら出て。めっちゃ真面目じゃん、お前。ハンナ、なあ、水に押したわ今。自由が欲しいだけだろ。そう、それありがとね。左の選択肢全く目に入らないんだけど。にしてキャシディ、お姫様じゃないんだから。はい、ママ説教終わり。喧嘩すんな、喧嘩すんな、おい。でも、もういい。今日なんでそんなに機嫌悪いわけ。何、意味わかんない。男取られた。自分で考えて何とかしろ。15行きてえな。ああ、何なんだよ。まあまあじゃない。ハンナ、ごめん。分かってる。今週クソすぎて、うん、嫌う気力もないし。いつまでも喋ってんじゃねえぞ。な、本当だよな。こっちら無言でやってんだぞ。ビッグジョー見てましたか、僕の働きぶり。ビッグジョー、ちょっと一旦切りたいんだけどな。思ったよりこの作業長かったからさ、ここだけ終わらそうと思ったら、ちゃんとしっかりミニゲームだったわ。ビッグジョー見て見て。あ、終わった。ちょうどいいじゃん、セーバー入った。じゃあここで一旦切ろうかな。いや、どうなんだろうな。でも多分ね、そんなにスパンかけないと思うんだよ、この1パート1パートっていうか、その今までの傾向からいけば、各場所で過ごしてきたわけじゃん。各場所のいる時間ってそんなないから、どういう契機でここ抜けるんだろうな。お金稼いだからっつって出る感じしないけどな、こういう団体というかさ、グループって。まあいいや、まあ、次回楽しみにやっていこうか。じゃあ、あざした。